マイケル・エス・ハートは、アメリカ合衆国の著作家、発明家。電子書籍の発明者として、また、電子書籍をインターネットで無料で公開するプロジェクトである、プロジェクト・グーテンベルクの創設者として知られる。同プロジェクトの初期の投稿のほとんどは、ハート自身が入力していた。マイケル・ハートの父は、事務員、母は、第二次世界大戦時に、 暗号解読者として従軍した後小売店の事務責任者を務めていた。1958年、一家はアーバナに引っ越しし、両親はそれぞれシェイクスピア研究、算数、数学教育を専門とする教授になった。ハートはイリノイ大学アーバナシャンペーン校に入学しわずか2年間で卒業した。大学院には入学したが、修了はしなかった。 イリノイ大学に在籍していた当時、ハートは計算機センターからユーザーアカウントをもらっていた。彼の兄弟の親友がメインフレームオペレーターだったためである。計算機の利用目的はデータ処理が中心だったが、ハートはその計算機があるネットワークに接続されていることを認識しており、自分の計算機利用時間を割いて情報の配布をすることを選んだ。 1971年7月4日にアカウントを作成してもらった後何をするかを考えたことを次のように10回している。その夜の花火を見た帰り、彼は食料を品店で配布されていたアメリカ独立宣言を一部受け取った。ふと思いついてそれをテレタイプ端末で入力したが他人数に電子メールで送信するのは無理なことに気づいた。 システムクラッシュを避けるためには、個人個人にダウンロードしてもらわなければならなかったので、ある。これが、プロジェクトグーテンベルクの始まりだった。ハートは、聖書、ホメーロス、ウィリアム・シェイクスピア、マーク・トウェインなどの古典を入力していき、1987年には合計313冊の入力を終えた。その後、イリノイ大学の PC ユーザーグループと、 大学所属のプログラマーマーク人祖の協力を得て、ボランティアを募集し、ミラーリングのためのインフラストラクチャーやメーリングリストを整備することができた。これによってプロジェクトは高速に発展することができた。プロジェクトグーテンベルクのミッションステートメントは次の通りだった。ハートは著作家であり、その作品はプロジェクトグーテンベルクのサーバーで無料で公開されている。 また、自己複製機械を作ることを目的とした、D-PLAPPE プ,プロジェクトのメンバーでもあった。ありがとうございます。